井千里さんのさアポロのアルバムが今好きすぎる。水を飲みたいと思います。今日ねステージドリンクがいっぱいだったから2本もらってきました。これは自分で買ったやつ。そうちょっと荷物重くなるからさ迷ったんだけど、ちょっと2本もらえるのはさすがにねお得って思って。ありがとうございます。どうもアップアップガールズ過去に来る島崎ゆりやです。今日もひっそりと始めちゃいました。ちょっとリップ濃く見えるけどね帰ってきて直してないんですよ。これすごくない？ちょっとこのリップいいなっていうのを見つけちゃいましたね。いいでしょアームウォーマー。去年ニーナちゃんも私服でつけてました。こんばんは。熊太郎さんかわいい、ありがとうございます。今日はね我らがリーダーちなちゃんさんのお誕生日でした。そうそう、それでなんと今年もね生誕に出させていただいたんですよ。みんな愛し合う君とね、ごめんなさい分かんないです。あたしさくらんぼって言いたかっただけ。これね食べて大丈夫かな。なんか冷蔵庫にあったのをそのままなんかさくらんぼだーって思って持ってきちゃったんだけどさ食べていいのか聞いてない。食べます、いただきます。うん、おいしい。うん、種があるの忘れてましたね。ここに出します。見ないでくださいね。見えてないけど袋に入れた。なんかすごいんだけどショールームのさフレームがすごい、背景っていうんですかねキラキラしてます。どうしたんですか。待って、七夕じゃん。なんかイヤホン繋がっちゃったんだけど、どこ何で繋がったんだろう。ヘッドホンとかあった。待って本当に忘れてたんだけど、待って本当にもうそんな季節か。実はさ覚えてくださってる方いらっしゃるかな、7月7日ねお姉ちゃんの誕生日なんだよね。待ってあと3日じゃん。まあでもいいんだけどさいいんだけどびっくりしちゃった今。大人だね、もう大人なんだけどお姉ちゃんは。そうなんだ、誕生日なんだ、嬉しいね。勝手に嬉しくなってる。いやゆりさ自分もそうだけど誕生日すごい好きなんだよね。だから今日のちなちゃんさんのお誕生日もすごい楽しかったし、なんかゆりも嬉しくなっちゃった。お祝いいっぱいさせていただきました。めちゃくちゃ美味しいんだけどさくらんぼは。夏はいっぱいフルーツを食べようと思います。最近その服好きね。この服の時に配信してるだけだよ多分多いって思うでしょ。ここ最近で、ね、2回目だよこれ着たの。ここ最近がどれぐらいの範囲か分かんないけど全然着てないこの服って思ってね
この間行ったら来て、今日は私服、可愛い私服着ていく日だったからこの服を着たの。川太郎さん、短冊ありがとうございます。よく見る気がした。そう、あのね、ゆりね、私服あんまりいっぱい持ってなくてさ、あの、なんていうの、お出かけとか、お出かけっていうかもう東京に行くこと自体もうお出かけなんだけど、その洋服そんなに持ってなくてさ、どうしてもこうメディアに、メディアメディアじゃないです、こう皆さんに見せても大丈夫なおめかし洋服がね、ちょっとすごいお腹鳴るんだけどすごいお腹鳴ってるけど、そう、もうそこを尽きたんですよ、この季節は。もう季節ごとにこうあるんですよ、この洋服のね、限界が。みんなあるか。可愛いから好き、ありがとうこれさ、暑くないってね、今日マネージャーさんに言われたんですけど、でもアームウォーマーって日焼け防止にもなるでしょって思って、今つける必要はないね。でも可愛いからつけてたけど、あ、でもこっちの方が全然涼しいからちょっと今取っとこう。すごい一人喋りがすごい今長かったね。いやでもさ、みんなどう、こういう配信でさ、こういう洋服、ちゃんとした洋服を着てるのか、 T シャツでもいいよっていうのか。ゆりは今もう帰ってきたからこの服でいいやって思ってたんだけど、お腹すごいになる。そう、この服着た時すごいね、絶対1日に1回はめっちゃ緑だねって言われるんです。すごい、ゆり緑好きなんだよね、知ってた。黄緑も好きよ、緑、こういう色が好き、こういう色も好き。色じゃないね、もうこれは見た目が好きなの、これおさむが好きなんですよ。どっちも見たい。じゃあたまにあれしますね、オープンな感じもお届けしますね。オッケー。前髪かわいい、ほんと？ちょっと伸ばしてるんだ、さっきも言ったけど。ゆりさ、でも島倉梨花ちゃんみたいな前髪作れないんだよね。こうなんて流してこういう固定でも流しすぎてないっていう、巻き方が分かんないのか似合うのか分かんないんだけど、多分ちょっと微妙だな、似合わないかもしれない。ちょっとやってみたいな。うん、この洋服の時ってまだあれ届いてなかったかな。もう結構ね、とっくの父さんにねご提出はさせていただきましたが、あれ届いてなかったかな、まだ届いてないのかな。そしたらやっほー、ありがとうございます。教えてもらえるものなら教えてもらいたいんですけども、そんな高度なことはできませんね。最近めっちゃ可愛さアップアップだと思います、感じます。ありがとう、ありがとう、さくらんぼー、あー私さくらんぼー、マシ。最近この時間にやるというよりはもうフルーツしか食べてない。この父さんって言いません？わかる。フルーツってハッピーになるよね。超わかる。
あのさ、罪悪感がもう桁違いなんだよね。そう、普通のアイスっていうかデザートとかとさ同じぐらいの美味しさなのにさ、罪悪感が桁違い。水分も多い。なんかフルーツとかってさ、こう自分が想像しているよりさ、はるか上の甘さをさこう返してくれるからさ、すごいそれが好きなんだよね。まあこういう味だろうなっていう予想したとするじゃん。食べた時にもう返ってくる感じる味がさ、もう予想以上に甘いの。いつもそれはいいフルーツを食べてるからなのか、ユリのフルーツに対するこう偏見っていうか、味のレベルが、求める味のレベルが低すぎるのか、どっちかだね。何を言ってるんだろうね。このさくらんぼ食べちゃダメだよって言われたらどうしよう。まあそんなさくらんぼは冷蔵庫に置いていかないね。大丈夫。今日のちなちゃんさんの生誕祭来てくださった方いらっしゃいますか？急に配信もあったんですけど、ツイキャスの方でね、見てくれたかな。でも月曜日だったから、平日だったからね、まだあの配信は買ったけどアーカイブ見れてないみたいな方もいらっしゃるかもしれないし、でもねすごい表参道たくさん来てくださってたね。うん、あ、配信リアタイありがとう。楽しかったでしょでしょって、ゆりはとっても楽しかったです。やっぱすごいですねちなちゃんさんのあの人を、周りの人を幸せにするっていうか、笑顔になるオーラっていうかがすごい素敵です。ありがとう、来てくれてありがとう。アーカイブ見てね、ネタバレしないように。あ、もう多分写真でネタバレしてますねツイートとかの。もううちにはね一本のバラのお花があるんですよ。あちら、あちらにあります。あちら、ベッチバチラー本当に綺麗なね、本物のバラの花。ちゃんとなんていうの、こう腐敗水みたいなこのままこれも入れればバラが長く生きれますよみたいなのもいただいたので、早くね花瓶に移したいと思います。終わったら。結構楽しかったよね楽しいっていろんな種類があるけどさ、結構面白かったと思う。やっぱりゆりはさ、まだ難しいなって思うけど、ニキって面白いよね。すごい面白い、バラエティーが上手なの、みんな。ゆりも上手になりたいけどなかなか難しいね、大喜利とかね。楽しかったよね、ありがとう、ありがとうございます。わちゃわちゃしてました。内容はアーカイブをチェックです。そんな中ね、明日はアイドルオブザイヤーでございますよ。あっという間というか、もう A グループだからかな、早いね、本当に本当に早い。予選だけど、うん、ありがとうございます。頑張ってって
頑張って。ありがとうございます。熊太郎さんファイト、ありがとうございます。キムラブチからは楽しかったぴょん、ありがとうございます。今日割の合わない役でちょっと返す。どういうこと？割の合わない役だったかな、ゆり。ちょっと難しい。あー、なるほどね、そういうことか。明日は何時？やばい、ちょっと夜自分の入り時間しか分かんない。いやでもね、いやそうね、アイドルオブザイヤーはすごいんだよね、長いんですよ。去年も思った、長丁場だからすごいドキドキする。あ、ありがとうございます。19時だ。ありがとうございます。そう、オンラインだからね、みんなには会えないんですけど、なんと三つ友様が来てくださいました。ありがとうございます。一グループ何分？明日はね、去年もそうだったけど3曲ね、だったね。そうそう、規模も大きくなったよね、参加グループも増えたから。そうなんですよ。でもあのアイドルオブザイヤーとさ、ライブスタイルダンジョンっていうのがあってね、一昨年ぐらいかな、それがすごい被っちゃうんだよね、自分の中で。あのライブでね、あの勝負するっていう感じだから。わあ、本当ですか。ひょんなことからザキコの歌ってるパンピナー見ました。三つ友です、ありがとうございます。歌わせていただいてました。そうなんですよ、あの曲好きです。あのね、ゆり歌ありがすごいずっと少ないかったんだけど、あのあですけど、あの曲ラスサビの結構いいところを歌してもらってて、それがすごい嬉しくて、すごい大好きだったんですよね。ひょんなことだったんですね。あの前のグループでパンピナっていう三つ友さんが作られた曲をねカバーさせていただいてたんですよ。その動画が多分動画を見てくださったんですかね。何の動画だろう、富士山の横で歌ってる動画ならわかります。パンピナンシシェイクパーティー、パンピナンウンウンパーティー、盛り上がれナナのパーティータイっていう、ここがすごい好きなんですよ。あ、それありがとうございます。いや嬉しいですね。時を超えて、そうね、昔のでも映像ってなんか恥ずかしいけど見たくなっちゃいます。でもすごい時間が経てばもう恥ずかしさもなくなるけどね、なんかたまに見返したくなっちゃう。振り付けとかさ、今日のイベントでもそうだったけどさ、覚えてるっていうかさ、覚えられないんですよ。あの覚えが悪いんじゃなく、覚えが悪いよりもずっと覚えてることが苦手なんですよね。だからすごい昔に披露した曲とかしばらくやってない曲がすごい振りをすぐ忘れちゃうんですよ。だから本当にもう何も踊れないと思う今、昔の言われても。すごいやってた曲のサビとかならわかるけどさ、
ニキの曲でさえさ、冬服とか冬にやらない曲とか夏にしかやらない曲のさ振り付けをね、もう毎年のようにその季節になるたびに振り起こししてます。ねえ、どうしてあんなに覚えられるんだろう、アイドルさんって。忘れちゃうの、振りだね、振りだけに。いいね、今日も冴えてます。いただきます、さくらんぼです。うまい。でもね、過去を振り返るのはそんないいんですよね。やばい配信してまーす。で、この本で改めて思ったという話。二学期様で夏を感じるね。もう今年結構もうすでにやりまくってる感じはある。二学期様大好きなんだけど、どうしよう。二学期様がやれなくなっちゃうのが悲しすぎて夏が終わってほしくなさ、なさ。うん、冬とてとても大好きだったからさ、大好きだからさ、冬が終わるのがすごい寂しかったりする。そう、やついさんの本です。あ、好きな、じゃあ好きな曲の、あ、じゃあこの曲のこのパートすごい好きみたいなありますか。急にすごい質問返し。ナツメグはもう冬でもやるよっていうライブ定番曲っていう枠に入ってるからね、冬でもやるんだけど。二学期の間、二学期様は結構秋まで OK みたいなところあります。変なスタンプを送っちゃ私ね、あれはもう振り付けも込みで好きなパーツやね。わかる。でもちょっとあげり、あれちょっと参加したいよね。歌もダンスもないけど、変なスタンプになんか何かしらで参加したい気持ちがあるから。後ろ向いてるんだよね、普通に後ろ向いて踊ってるから、ちょっとでもいいから変なスタンプ役やりたいよね。こういう顔とかもう全部すごい派手じゃなくてもいいから、変なスタンプっていう一部やりたいなって思ったり。プイコプイコラッタンプイコロンロンピッタンチュゴンボンパラタメンメン、やってないですね。いや本当にあの曲みんな好きなんだよメンバーもね、ファンの人も好きだと思うけどね。あの対バンとかだとなかなかちょっとやっぱり勇気いるからでもやばい、こうそうライブのさ、あのテイストに合ってたら本当にやりたいよね。ある、すごい好きなんだよね。 B メロかっこいいし、パーレの風船膨らますの、あの振り付けね、ゆりも卒業しました7人になって、あみちゃんと一緒にね、投げキスになりました、担当になりました。そう、ゆりはもう違うんだよね。へー、ガラ
ラスの純情の絵2番 A メロ、サイレンが鳴ってても、あらいいよねあれ、今歌えて嬉しいですもん。ラビッチュ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 ねえ、ラビッチュラビッチュいいよね、響きもいいし、この感じがいいんだよね。昨日よりも明日を信じてハンドルを握りしめ、いいよね、オーバードライブね、オーバードライブ結構あのなんて言うんだろう、どこを切り取ってもなんだかエモーショナルな感じいいよね。ショッピングモールのリリベのプイコ、そんなプイコがあったの、それは絶対ユリ いなかった時な気がしてる。ユリはショッピングモールでプイコをやった記憶がありません。すごい、それは面白いですね。せめてせめての離れちゃダメ、離れちゃダメ。あそこね、そこいいよね。イルも好きです。せめてせめて離れちゃダメ。出てくるんです。あのね、振り付けも、まあ、サコさんでもめっちゃいいんですよ。ユリが出てくるね、そこにいたんかーっていうそこにいたんかー君ーっていう振り付け。こんばんは、ありがとうございます。みんなの 曲の好きなフレーズを聞いてました。ここのフレーズ好きだなみたいな。スターティングオーバーでユリアコール日も近いかなって。おお、そうね、うん、いつかできるよその時がすごい楽しみですね。そこにみんなかけてくれるんかなって思うと嬉しいし楽しみです。マステシーショーさん、スイカありがとうございます。スイカのマークをくれたから、ユリはさくらんぼを食べる。フルーツ違いやんね。いただきます。うんうん、遊び足りない時間のいいさよ。スクラッチ込みで MV の、ありがとうやった。あれね、初めて DJ のスクラッチに触りました。テンション上がりましたね。パーレンの MV 見てください。大きさ100倍くらい違う。確かに言えてますね。あれ、これタクラム100個集まったらスイカになるね。ユニドンラインの昨日に捨て、昨日に捨てて、あーポーズね、結構大きく手振りしてっていうね、指示をいただいてたので、あのポーズは多分これからも一生やっていけます。ずっとはちゃめちゃ笑いらいって聞いていつも思いますそれなってことですねニキちゃんワンダーランドはもう楽しすぎるよね。歌詞も楽しいってのは正義です、だから、ね、いや、あそこの振り付けも含めて好きだな。ジェットコースターの上は戦闘みたいな感じでちょこちょこ進んでいくんですよ。
こんばんは、ありがとうございます。みんなのね好きなフレーズを聞いてるんですけど、嬉しいね。みんなたくさん見てくれてるって思うよね、こういうのお聞きすると。なんか本当に全然話違うかもしれないけどさ、こないだゼップじゃない、ちったにさ、初めてねおばあちゃんがね見に来てくれたんですよ、ゆりの。おばあちゃんアイドルライブ、なんかライブとかコンサート自体さ行ったことないのかな、ちょっと久しぶりとか、音楽のオーケストラとかじゃないしか行ったことなかったと思うからさ、楽しんでもらえるか不安だったんですけど、なんかねすごいね頑張ってるねって言ってくれたんだけどさ、よく覚えられるねみたいな感じに言ってくれたんで、振り付けも歌もさ、そう考えるとさ確かによく覚えられたなって思うよね。人間のさ限界じゃない、キャパーの広さをさそこで改めて感じました。別にゆりたちが特別多いわけじゃない、これぐらい練習すればこんなにたくさんのことを覚えられるんだって思ってね人間のキャパってすごいなって思って。そんなこと言ったらね全部のアイドルさんそうだよそれが普通だからね大丈夫なんだけど、こんばんは、ありがとうございます。あ、待って、12時過ぎたの気づかなかった、さっき遅くにやってもね、みんな来てくれてありがとうございますね。今日さ涼しくて、外が帰ってくるとき超快適だったね。もう夜風がすっごいねちょうどよくてね、このまま家に直行よりもさちょっと寄り道してさ、こう涼みながら帰ろうかなって思ったんだけど、あやばい今日ショールームやりたいのにって思って我慢して直帰しました普通にね遅くなっちゃうからね、自転車です言葉知るこの汗はわかる、もう全部青春いいよね、そこのフレーズもめちゃ好き。好きなフレーズって多いよね本当に永遠に出てくると思う。竹中先生も2期はなかなかダンスが崩れないみたいな、嬉しいですね、嬉しいです、すごい嬉しいですやめちは危なくないの。でも今日自転車に鍵をさしたまんまだったの、やばいまたやっちゃったって思って、久しぶりにねやっちゃったんですよ。いつもちゃんとパスケースのチャックがついてるパスケースだから中にね鍵を入れてるんだけど、なんか急いでたのか取り忘れちゃっててね、もう帰ってきた時さもうそこをその場面を見て衝撃を受けたね、ゆり嘘でしょって思って、自転車に今まで違うバッグにつけてたんだけど、うるせえやつらのさあたるくんのさ忘れるもんかって言ってるキーホルダーがあるんですよそれを鍵につけるようになったね、忘れるもんかってね書いてあるんだよ、忘れるもんかって書いてあるのに忘れました。家には忘れてないんだけどね、これをつけとけば忘れないなって思ってつけたんですよいやーやっちゃいました。もう何をつけたらいいんかなっていう、何もつけても無駄なのかもしれないね。
あ、ユリル面白いな。恥ずかしい、照れちゃう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 。ターコイズ、あ、照れちゃう照れちゃう。振りでした。嘘でしょってなるよね。本当に治安がね、悪くなくてよかったって。ラッキーだったのかもしれない。ラッキーじゃん、せいラッキーけちゃん。はい、ラッキーちゃん。餃子のキーホルダー持ってないな。ちなちゃん何か持ってないですよ。気をつけまーす。で、来れるのかもしれない。大量さくらんぼです。トマトにも見えるけど違うよ。大人認定されたんかな。大人じゃんってね。この間お茶の馬さんが覚悟してをやってたのね。聞こえちゃってびっくりしちゃったね。花地さんキラキラありがとうございます。カイソクラフィットさんスイカありがとうございます。すごいキラキラしてる、永遠にキラキラしてる。あ、落ちた。変化があるんだねって。そうだね。なんかでもさ、気持ちって大事でね。心持ち、やっぱりあのこう本当に学生の時とかってさ、あのちょっとあのポリスメンいないかなとか、まあその時、まあしょうがない、お仕事だからって思うんだけど、どうしてもさやっぱりこう怯えちゃう、怯えちゃう、ビクビクしちゃうじゃないですか。それが出ちゃうんだよと思うんだよね、やっぱりっていうのもあったと思う。だからもう立派な、ユリはもう19歳ってことで今年20歳になります。いやあのね、そう、夏染めの話しようか。そしたら一昨日夏染めだったんだよね。フェス、夏フェスです。君と夏フェス、もう楽しすぎましたね。千葉来てくれたった、来てくださった皆さんありがとうございました。え、昨日、やばい、間違えちゃった。もう一昨日か。うん、まああのまだ日付を越してない設定として話すと昨日ですね。今日はまだちなっちゃさんの生誕だったから、その前、そっか、そうそう。それでさ、最近ハルプロさんの熱が再燃してるんですけど、お茶の馬さんが結構時間帯もね割と近くって、特典会の前とかに始まったぐらいだったんだけど、ちょっとねちょっと後ろから見えたんですよ。後ろってみんなから見えないとこね。もう嬉しくてさ、あのちょっと前配信でファニコンって言ってたのかな、より、そうそうそう、あの最近の曲出たじゃないですか、恋のクラウチングスタート。でもあのこれなんかちょっとなんか映像で見たんだけど、デート前夜競争曲でしたっけ、あの曲がなんかすごい好きでさ、あの曲をやってたんですよね。でもまだ持ち曲がそんなにないからなのかな、やっててさ、やばいこの曲やってるって思って、ずっと見て、明日後ろで、ずっとじゃない、1曲ぐらい。ゲッチョー、いや、いいよね、キメのパートとかすごい好き。だって待ってくれ、ジボーユー、夏染めでお茶の間さんハマりかけてる人です。やばいやばい、ハマっちゃうハマっちゃう。でもね、推しが増えるってことはもうその分幸せも倍増するってことだから、ゆりは止めないぜ。もっともっと2期がね、2期に夢中になってもらえるような2期になるしかないんですよ。
そういう心持ち大事。やばい、無意識に桜森手が伸びてたけどやめました。3曲なんだ。へー、そうだよね。いや、ビヨンズさん見たかったんですけど本当に見れなかった。そう、普通にあの後東京来ました。でも新衣装でしたね。新衣装でしたね。可愛かったです、くるみんちゃんのベレー帽。一緒にカスタネットしたかったよ。武道館も行けてないですし、もうダメですね。ダメじゃないね。カスタネットしたいよ。でもあれ難しくない？ちょっと難しいよね。みんなもうできるんですか？でもそうなんですよね、こう感覚難しいの。ゆりってさ、アイドルファンっていうよりハロプロさんが好き。でもリスペクトっていう意味でも好きもあるからさ、なんかこうたまに自分がさ、どういう視点で見てるのか分かんなくなってきちゃうんだよね。こうもともとアイドルが好きでアイドルになったわけじゃなくてさ、アイドルになってからアイドルがすごいってことを知ってからリスペクトっていう面も含めてさ、好きになったからさ、ね、ちょっと自分がどういう立場なのかをたまになんか何なんだろうって、ね、すごい自分に対して思うけどさ。そう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 、ビヨンズさんの話してる。いや、お茶のおまさんはね、でもよりあんまりまだその入ったところだからさ、推しメンさんとかはねまだいない、いないってか、いないですね。皆さん素敵です、みんなが輝いてる感じ。でもちょっとあれだね、研修生さんがさ、先輩と一緒に踊って歌って踊るみたいな企画みたいなのあったじゃないですか、 YouTube で。あれすごいですよね。ももちゃん、ももちゃんってすごい気軽に呼んじゃったけど、ももさん、北原ももさんね、かっこよかったなぁ。YouTube でカスタネット練習しましょう。したいけど、でもそれよりも自分の歌の練習しなきゃ。怒られちゃうから、怒られないっていうかね、ゆりはちょっと優先順位がおかしくなっちゃったら危ない人間なので、悔しい。時間が無限にあったらいいのにって思うよね、こういう時。ワンプラスワンって言うんだ、あれすごいよね、本当に。ねえ、なんかそういう企画力とかもすごいなって思います。たまになんかすごいアイドルとしてみたいになっちゃう。なんでゆりがカスタネット出す。やばいやばい。昨日カスタネットの練習に夢中で歌詞覚えてなくて、あーボコボコにされる。ボコボコにされないです、見放されます。あーダメダメ。そうだよね、でもそれぐらいすごい高度なこと言ってますよね。16ビート、すごいよ、嬉しい。リキは自分にとっては最高のライブしてくれと思ってるな、嬉しいよ。でもこうやってね、外から刺激を受けることもすごい大事なことだと思う。本当に本気で言ってる、これは。から刺激を受けて自分もレベルアップしていけるように頑張ります。
誰にされるの？みんなですよ。みんな真剣にやってるからね。確かに見放されるほどことほど寂しいことはないですよね。悲しいことはない。叱られるとかってさ、そういうことってさ、愛があるからしてくれることであってさ、それほどすごい大切なことはないって思うよね。誰か先輩を指名して一曲できるなら誰と何の曲やりたいですか？むむむむ。でもゆりは一個それ叶ってるんですよね。まーちゃんさんと2期の誰だってアイドルを出していただいてるんですよ、 YouTube で。あれ1個叶ってるから、そういうことでしょ。でもちょっと考えたいな。ちなっちゃんさん、カディさん、でももう遅いかもしれないけど、16歳の恋なんてを誰かとやりたいです。もう全然遅いですね、ゆりもう19歳になっちゃった。先輩となんか曲できるならって思ってさ、いつかなんかやりたいなって思ってたんだけど、全然もう自分が26歳になるしかなくなっちゃった。16歳の恋なんて。あとはね、なんかちょっとね、ちなちゃんさんの今日ね生誕でこれやりたいねって話題に出たことがあるんだけど、でももうちょっと準備する時間とかもないしっていう感じでねなくなったんだけど、夢見る15をねやらないかみたいなのが出たの。やりたいって思っている夢フィフ大好きって思って。それいつかやりたいですね。でも先輩とっていう感じじゃないか、これは。しかももう19歳だ。もう最近そういうのが多いんだよね。割と今19歳、最後のさ10代だから、10代が入ってるさ歌詞、10代って歌詞が入ってる曲をね聴きたくなって探してるんだけど、よくもう過ぎ去ったなっていうことが多いんですよね。もう今全然違う話になるけど、あ、やっぱやめた、今やめた。ねえ、スマイルエイジさん、好きな曲で歌いたかった曲結構あるかもしれない。でも頑張らなくてもええねんでもそうだし、立ち上がるも好きだし、なんか好きだけど歌ったことない曲っていっぱいあるかも。そう考えたら、後藤真希さんの19歳の独り言っていう曲が名曲なので、ぜひ聴いてみてください。サードアルバムです。ありがとうございます。19歳の曲来ました、嬉しい。聴いてみます。あ、でもアイドルさんじゃなくなっちゃうけど、安室奈美恵さんかな、ナインティーンブルース、結構有名よね、あの今日の曲は。このアルバムをさ最近お母さんに教えてもらってさ、うわちょうどゆりの年だって思って、なんかすごい好きなんだよね、最近聴いてる。めっちゃ19歳だよこれ。本当20代も素敵な曲ある、たくさん。どうしてもね、ゆりが聴いてるのって尾崎豊さんとか、分かりやすく言ったらね10代の曲をよく歌ってるからさ。あ、そうそうそう、スイートナインティーブルース、そうそうそう、さっきの話に戻るけどさ、
個下の後輩ってことでしょ。16歳の恋なんて歌としたら、ゆりが26歳の時にね。10個下ってさ、結構下なんですよね。9歳ってことでしょ。今19歳だから、今9歳の子ってことだから、こないだね、サンバカさんというバンドさんとね、ツーマンライブさせていただいた時に、そのサンバカさんのファンの方の中にちっちゃい子がいたんですよ。ちっちゃい子って言ってもゆりに比べてこんぐらいだったかな、そう、もうちょっとこんぐらいの子が、女の子がねいて、お母さんと一緒に、その子がね特典会に来てくれたんですよ、ニキの。ちっちゃい、かわいいってなって、あのゆりと撮りたいって言ってくれさってね、一緒に写真撮ってくれたんだけど、何歳って聞いたら9歳って言ってたんですよ。9歳って思ってなんかわからないけど、9歳ってこんなに違うんだなって思ったんですよね。 10歳違うってこんなに違うんだなって、その時すごい思って。まあゆりが9歳の時も多分同じくらいだったのかな、もっとちっちゃかったのかわかんないんだけど、そうだからすごい年の差を感じましたよくわかんないこと言ってるけど、ちなっちゃんさんが25歳になられましたって考えるとさ、結構やっぱり年の差って深いなって思いましたねうん、でもなんか2期にいるとさ忘れがち、なんて言うんだろう、ゆりがさ、ほうちゃんとはね何歳差かな、16歳ですよ多分、ほうちゃんが3歳差かな。でちなっちゃんさんとは6歳差なんだけど、ほうちゃんと話してるときは同い年みたいな感覚がすごくするんですよ。もうちなっちゃんさんと話してる時も、あ、もちろん敬語でこう尊敬してる、おい、もう皆さん尊敬してますなんて言うんだろう、ちょっとふざけ合ってる時もなんかちょっと楽しいから同い年みたいな感じがするんですよ。でもそれってすごい合わせてくださってるんだろうなってすごい思ってなんかすごいゆりが9歳の子に年の差を感じたようにさ、すごい合わせてくださってるのかなって思ってなんかありがたいなって思いましたいや秘密ですよ、ここで話したことは。そうそうそう、オタクちゃんも最近10個差くらいの子がいるけど、もう母親の気持ちになる。ない、10個って大きいよねって思った。だよね。ゆりがあと10年したら29歳。嘘でしょ、本当に言ってる、本当だ。29歳の方とお話しする機会はなかなかないけど、あ、わかんない、ファンの方でいらっしゃったかもしれないけど、でもなんか10代って基本的にそんなに変わるね。でもなんかゆりが多分
高校生、中学生、中学生ぐらいの時はさ、すごいなんかね、子役みたいって言われたんですよね。言われてた、なんかわかんないけどなんかね、こうなんて言うんだろうな、大人っぽい、落ち着いてる、そうだ、落ち着いてるって言われてたの。今も言われるんだけど、よくって言われてたから、なんかもうその時で自分がさ、すごい大人かのような気持ちで振る舞ってたわけ。自分はもう完成されてる大人と一緒の部類だって思って接してたけど、あ、ちょっと日本語は難しいでもなんか今19歳になると、その時考えてたことって全然子供だなって思うし、だからな、心持ちはみんな一緒なのかもしれないけど、根本的にはなんかやっぱ違うよなとは思う。そう、おませさんなの。そうなの。今もさ、結構お母さん世代みたいな感じだよねって言われるの、話し方とか。確かにってすごい思うんですよね。どうしたらあの、なんだろう、年相応にできるんだろう。落ち着いちゃうんだよね。でも19歳はもう落ち着いて正解かな。19歳にしては子供っぽいですかね。いい子にしちゃうタイプだった。そうだね、なんか大人の前だったとちゃんと振る舞わなきゃみたいなっていうタイプかな。まあ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 、まあ、アラフォー、アラフィフ、うん、好きなものはそうかもしれない。まあでも多分皆さんから見たらまだまだゆりって子供ですよね。元気院長ですよね。そうですよね。モーリーモリもさ、普通普段はさ結構大人、もう二十歳超えてますしね、大人だからさ、そんな普段喋り方とかも落ち着いてる方じゃない？どうなんだろう。でも見た目がね、大人っぽいから相応なんですよね、すごい。落ち着いてても青春感があり、青春感がありますよ。本当ですか？青春感だって嬉しい。ね、なんか面白いですよね。こういろんなさ、年齢の方がさ、方と接するお仕事だからさ、楽しいです。むしろその同世代がいなすぎて、そう、たまにさ、中学校のお友達とかと会ったりするとさ、同世代ってこんな感じなんだってすごいびっくりするんですよね。喋り方とか話題とか。19歳って2期にもいないしさ、ファンの方でもなかなかいらっしゃらないんですよ。だから19歳のこと話すと、へーって思う。逆に自分が上っぽいのか、年齢がね、精神年齢が上っぽいのか下っぽいのか分かんないけど、多分分かんないな、分かんないんだけど、19歳ってこんな感じなんだって思って。うん、そうそう、ヨハネちゃん、ヨハネちゃん、山崎ヨハネちゃん、同い年だと思います。多分確か同い年です。
ちいこちゃんと喋ったらリアルっぽいし。ちいこちゃんの喋り方可愛いですよね。ああ、確かに。同世代の方に応援してもらえる自信ないです。どういう、なんだろうね、難しいね。同世代だとさ、憧れとかさ、そういう目線で見られる気がする。見られるって自分だったら見るのかなって思うとさ、なんかより違うタイプなのかなって思ったり。どうなんだろうね。むしろなんか自分がアイドルさんを見る視点って何なんだろう。パフォーマンスかな、やっぱり。パフォーマンスで惹かれてるのかな。もう高瀬くるみちゃんとか本当にパフォーマンスで結構惹かれてるところはあるけど、でも人柄も すごく素敵だしなあ。お茶の間さん、斉藤まどかさんも2002年生まれ。あら、そうだったんだ。へえ。本当は同世代にこそユリヒットの世界をぶつけてほしい思いはある。あー、嬉しいです。わかります。ゆりまさん、もっと同世代のさ子にもいろんなね、いい曲を伝えていきたいっていう気持ちある。ゆりが伝えていくっていうのもおかしいけど、なんか知ってほしいっていう思いはあったりもする。なんかね、でもすごい前にね、ずっと前だよ、尾崎豊さんの曲をね、が好きだから聞いてよってね言ったことがあるんだけど、ちょっと昔の曲は聞かないみたいなね言われちゃったことがあって、あ、でもまあ若かったから、ちっちゃかったから、そうかうんって思っちゃったこともあるんだけど、やっぱりその時代ってさ、こう判断っていうか、好き嫌いって、食わず嫌いっていうのかな、聞きず嫌い聞かず嫌いって多いんじゃないかなってちょっと思っちゃった。もちろんもう高校生の時に尾崎聞くよって子も友達もいたし、人それぞれだと思うんだけど、ティーネージブルーめっちゃ好きです。ゆりめっちゃ好き。てかあのアルバムをね、すごい中学生の時にすごい聴いてた。うん、聴いてほしいよな。どうしたらね説得できるんだろう。説得っていうか、うん、伝わってほしいよね。 TikTok で、あ、確かに TikTok でね、昔の曲が流行るとか多いね。確かにそれはありがたいね。もっと曲のねフルで歌詞とかも見てほしいけど、ちょっと何してるんだよ。充電器をさ取ろうと思ってたんだけどさ、全然届かない位置にあるのに取ろうとしてた。おかしいな。取ってきます。びっくりしちゃった今自分の行動に。すごい届かない位置にあるのに。こんばんは、ありがとうございます。私は同性のアイドルを応援してること理解されないこともあるけど、幸せだし誇り持ってる。そうなんだ。
確かに、そっかそっか。でも誇りを持てることってすごい素敵だよね。なんか人からさ、そう、人には理解されなくても自分はこれが好きなんだってこう胸を張って言えることが一番素敵だと思います。だからね、自分の好きなことは自分を信じていたいよね。だからゆりも好きなものをもっと愛していきたいと思いますよ。かわいい、超かわいい。1時なんだけど、やばい、そろそろ終わりにしなきゃ。でもちょっと待って、みんなのお話もちゃんと見たい。ある年代より昔のものは古い、わからない子っているよね、理解しない。そうね、でも流行りに敏感なこともすごいね。なんか自分は、なんだろう、なんて言うんだろう、逆張りっていうのかな、こうみんなが好きなものに乗りたくないみたいな、ちょっとなんだろう、ちょっとひねくれてるところがあるから、流行りにそれでついていけないみたいなこともあったりする。もう全然それが気になってみたりもする、好きになったりもするんだけど、なんかみんな流行ってるし、みんなつけてるからなんか嫌だなみたいな思うこともあるから、なんかそこはなんか人のこと言えないかもね。ちゃんと知ってから、ちゃんとそのことを自分で知ってからね、好き嫌いそれからはいいと思うんだけど。なんかゆりね、すごい小学生の時からそうだったんだよね。人と同じことがすごい嫌で、自分だけのものでありたかったから、なんかね、タイムカプセルを4年生の時かな作ったんだけど、みんなと同じ嫌だなって思って、奇抜なもの作ってやろうって思ってめっちゃでっかいお寿司を作ったんだよね。で、あのスペースでさあの乾かすんだけど、ニスを塗った後にみんなのタイムカプセルが並んでいくんだけど、わあ、自分が一番目立ってるな、よっしゃって思ってちょっと尖ってたかもしれないそう、頑固なんだよね。ちょっとそういう部分はまだあるのかもしれない。でっかいお寿司とは分かんないよね。タイムカプセルってこういうお菓子の瓶なのかな、瓶みたいなやつを持ってきて、上から紙粘土をねこう包むんだけど、それ真っ白の紙粘土で包んで、上にでっかいネタを乗せました。赤いマグロ、中トロです。でっかいお寿司なんかおかしいよね。でもその時からすごいお寿司が好きだったんだよ、ゆり。中トロ、今は縁側が大好き。なんかね、ちょっと変なとこあるのかもしれない。うん。なんかね、自分の中でいろいろ思うこととかが多かったですね。でもなんか、小学生ってかちっちゃい頃から言われるのはさ、自分の中で思っててもさ、言わなきゃ伝わんないよってお母さんからよく言われるんだよね。そう、人に言うことが苦手なんですよね。全然違う話してるかもしれない
自分を信じてるタイプなのかもしれない。自分の思ってることとか考えが正しいとか思いがちなのかも。そこが頑固っていうのか、自分はこう思うからこれをやるみたいな。それが悪いところでもあると思います。人の話を素直に聞き入れられないところもあるから直します。終わりにします。1時です。はい。ありがとうございます。でも相変わらず時間の使い方は下手くそです。はい、今このようにショールームをしていることからもそれが伺えると思います。ありがとうございます。本当に明日はアイドルオブザイヤーです。オンラインになりますが皆様19時からですね。応援よろしくお願いいたします。頑張ります。ありがとうございます。暑くなってきましたね。それは扉を閉じてるからですね。私は終わったら窓を開けて夜風に涼しくなりたいと思います。よろしくお願いします。明日本当に頑張ります。アイドルオブザイヤーっていうのはですね、ライブパフォーマンスでアイドル同士が戦うっていう、皆さんからの投票でこう順位が決まるんですけども、2期はやっぱりねライブパフォーマンスに力を入れているのでライブで勝ちたいですね。本当に去年敗れてしまったので予選でね、リベンジになります。今年皆さん応援よろしくお願いします。でも一番は2期がいいパフォーマンスをすることだと思っているので頑張りたいと思います。燃えてます。熊太郎さんファイトありがとうございます。選曲とかもメンバーで話し合いました。あとはそうだな、7月10日に単独ライブがあるんだけど、ありがたいことにチケットソールドアウトしているので、まだチケット持ってないよって方はツイキャスの配信の方をね見てくださったら嬉しいです。あとは7月17日にイベスリキッドルームでカリさんとアップアップガールズかこかりさんと合同ライブあります。今日もねその仕事っていうのかな、それに向けてあったんだけど、まだまだ17日に向けて頑張ることはたくさんありますので、皆様楽しみにしていてください。あとエビスリキッドルも大きいのでぜひねたくさんの方に見てもらえたら嬉しいなって思いますので、気になってくださった方はぜひお越しください。ちなみにこのショールームからもゲットすることができます。18はまだかな、単独決まりました。こちらもそれでは見ていただきありがとうございました。明日よろしくお願いします。終わりでね、告知は大丈夫かな。それではランキングまで終わりだな。13位の方から、快速ラビットさん、ナマステ師匠さん、ソドさんさん、ヤギ沼さん、エイミーさん、おゆさん、ケイデップさん、クライプさん、奥の字さん、アンドハローさん、熊太郎さん、花地さん、1位が月さんです。ありがとうございます。ゆいたろうさん、ありがとう、ありがとう。月さん、スイカ、ありがとうございます。自分が先輩だと思って頑張って。ありがとうございます。ね、なんか、
ごい心持ちって、そういう心持ちって大事ですよね。なかなかねそう思えないんだけど頑張ります。そうなんだよね、難しい年齢とこう先輩後輩が一緒じゃないのってすごい難しいし、複雑それではありがとうございました。おすしまでしたいい夢見てください。おやすみなさい。